ここが。10秒前です。はい。5秒前。ああ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。はいどうもどうもデコ帰りです。僕リョートです。デコボコトラベリングです。お願いします。はい、今日の漫才のテーマがラブレまだ何も言ってないよ。あ、ごめんよ。うん言ってもいいかい。早かったよ。はい、テーマがラブレターということで、はい、はい、漫才していこうと思います。なるほどね。はい、あのラブレターって言ったら、あの、はいはい、帰りはもらったことありますか？あ、俺一応ね、うん、中学校の時とかもらったことあるんだよね。そっかー。なんでそんな落ち込むば。まあ、りょうともあるからさ。 あるんだ。ラブレターぐらい、はいはい、ラブレターぐらいあるよ ね、 あのね、うん、やっぱ高校生とか小学校とか中学校、はいはいはい、の時がやっぱ多いよね。まあまあまあね、その青春を謳歌してる時代というか、うん、やっぱ可愛いからね、その時の恋愛って。あのね、りょうとはいつも朝早く学校行ったら、はいはいはい、靴箱を開けたらさ、紙が入っててから、うん、白い紙がね。ああ、よくあるやつね、朝登校した時に、うん、あのね、思いがこもってるわけ。二文字で伝えてるからさ。あ、もう二文字で、あ、うん、ね、やっぱあの言葉しかないよね、二文字だったら。そうそうそう、うん、死ねー、いじめられてるやつ、うん、殺すとか、だいぶシビアな問題だからやめれよ。今の日本はどうなってんだ。じゃあそれ俺が聞きたいわ。そっか、どうなってるわ今の日本の情勢。揚げパン買ってきてーとか。ヤンキーがよくやるやつやし、お前大丈夫かこれは。違う、そういうのじゃないよ。え、でもさ、カエルは気づいてないと思うけどさ、うん、俺たちシェアハウスやってるじゃん。あ、やってるやってる。シェアハウスのポストにも最近から入るようになったわけよ。そう、俺見たことないけど、うん、え、マジで、うん、あのピンクい封筒に、うん、あのあってから、うん、飽きたらよ、はいはい、あの最近あの3ヶ月ぐらい未払いがあるあのガスの電気代やし、俺たちの。俺たちのガスとで、すぐ止まる。一ヶ月に一回すぐ止まる。三ヶ月ずっと滞納してるから毎月止まるよ、うん、そりゃ。あれやばいよね。電気もガスもね、止まって俺たちのライフライン断たれてるから最近。そうだよ、やばい。あとさ、最近はあの FEC にもラブレターとか。FEC にも届く、うん、どういうこと？ファンからってこと？うん、ファンなのかな、うん、あのお笑い米軍基地ライブやめないと爆破させる。りょうと、りょうとやめりょうと。今だいぶシビアな問題だから。それラブレターじゃなくて、うん、右からの手紙だから。やばいな。これは言わない方がいい。やめれりょうと。なるほど。お前全然ラブレターのこと分かってないさ。もう自分でちゃんとラブレター勉強して、もう自分にラブレター書け。そうだな。どうもありがとうございました。やばいよ、お前。デコボコトラベリングのビッグスモール、始まりました。はーい。はい、デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま、あ、違うね。ただいまって、それ。生放送中。中間でやるやつ。はい、大丈夫ですよ。はい、さあ、始まりました。デコボコトラベリングのビッグスモール。はいはい、僕らデコボコトラベリングの帰りと、リョートでお送りしまーす。お送りしています。します。はい。噛んじゃったね。噛んじゃった、大丈夫ですよ。はいはいはい。はい、今日も行きましょうか。行きましょうか、いつもの。はい、バイトの方、そして学校の方、大学生の方、お仕事の方、皆さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。生放送でお送りしたいと思います。聞いてくださいね。はい、お願いします。皆さん、よろしくお願いしますね。ね、今日も始まりましたよ。始まりましたね。やっぱ1週間早いですね。なんでもうすぐだよ、本当に。ね、もう気づいたら1週間経ってるというか。はい。すごい、まあね、毎週水曜日行ってますので、はい、ね、お時間ある方はぜひね、まあ、夜遅いので、なるほど、ね、眠たい方はね、このなんか、なんていうの、このオルゴール的な感じで枕元に置いて聞いていってください。はい、まあ、今日は ね寝落ちしても全然いいんで。そうだよ、全然大丈夫ですよ。
はい、な、はい、なんて言うんだっけ、子守歌っていう、子守歌みたいな感じかな、うん、みたいな感じで聞いてってください。夜はくも字で喋ってますもやってますけども、今日はこれを聞いてください。だから、はい、それ言わなくていいよ、別に言わなくていいか、うん、言わなくていいよ、あのチャンネル書いてから、言わなくていいよ、りょうと僕たちのやってるかもしれんからね、うん、まあまあまあね、たまたまチャンネル書いてる時これ聞こえてね、はい、そうそうそう、くも字の某やつ、うん、あれね、じゃなくてやつって言っちゃったよじゃなくて普通にね、はい、こちらを聞いていただきたいですね。お願いします。はい、お願いします。はいはいはい、はい、今日はあのどうでした、この最近、俺やばいな、あここ最近、ありょうとちなみにどうだった、りょうとね、あの、うん、このお笑い米軍基地が今週の日曜日だ、日曜日に講座であったんだけど、うん、先週のね、港さんがちょっとお腹を壊してしまいまして、あーそういえば言ってたね、なんか夜に行けない勝利さんから電話がかかってきて、はいはいはい、月曜日のゲストを頼んでいいかなって言われてあ、俺も勝利さんからそういえば LINE 入ってたわ。入ってた、うん、だけどバイト中だったから俺、そうなの、うん、帰りも来ると思って俺バカな格好してきてから、うん、もうあのそのあのあツイッターに写真で載ってたやつね、そうそうそう、あのヤリ万太郎くんっていうやつで行ってあのだいぶヤバいやつだ、あのヤバいやつは普通にマイクでいっぱい下ネタを発言したっていう、あ、まあ、ビッグスモールじゃね俺が禁止してるからそういうとこでしか発散するところがね、あの楽しかったねあれは大家さんが途中で入ってきて、あ、はいはい、ルイシーの終わり際に大家さんがね、うん、あのすごい回になったあれ、乱入可能だった俺も行けばよかったわ、だから怒ればよかったのに、バイト11時に終わったから、あや行こうと思えば行けたのに、なんで乱入すればよかったのに、ねえすごいよ、いやもうしょうがないわそれは、まあまあまあ今日もリョットだからそのスタイルでやっていいかな、うん、ダメダメ、うん、ダメ、いいさ、違う違う違う、いいさじゃん、リョット、今日はね、リョットはうん、持ってきたよまた持ってきたの、なんか違うのはい、どうも今日はですね、オナニマスオです、よろしくお願いします、おい、リョット、おい、はい、じゃん、おい、マスオオナリーもつけてください。いやだ。デコボコは禁止だからそういうの。ダメですか？うん、その突起物がまるでティンボンみたいな。あこれ帰れ帰れ、これは俺言ってないよ。あ台本通りじゃないこれ絶対に。あのティンポはもうほとんどお前隠してないからさ。まるで頭からティンポを生えてるみたいに。やめろやめろやめろ。そんなカツラをつけてる。俺のオナリーマスオがお前ティンポに乗っけってから。もうどうなってんでしょうね俺が聞きたいわ。はい、ということで今日もよろしくお願い、この時間だけですから、フリートークの時間だけですからね、うん、フリートークの時間だけね、はい、じゃあもう俺も許したいと思います、よろしくお願いします。あのこの1週間でですね、はいはいはい、雨も降ってたじゃないですか。あーまあ雨降ってましたね、いっぱい、そうそうそう、いっぱいというかたくさんたくさんね、うん、あのちょっと雨降っててからさ、はいはいはい、あの車で帰ってる途中、この時ね KY チャンネルのメンバーの慎太郎と一緒に、はいはいはい、こうちょっとマック行こうかって夜中からマック行ってたら、道路の方でね、オレンジの車が、はいはい、タイヤが取れてから、タイヤが取れてから、タイヤが取れ1個だけ取れてた、どういうこと、タイヤが取れてからぶつかってから運転したんだろうね、タイヤが取れてから道路の真ん中にいるわけ、はいはいはい、あいいや、やばい、助けないといけないやつだと思ってでオレンジの車で、うん、その車にはファイリングの荷物の荷物が乗ってたわけ。ああ荷物ね。そうそうそう、荷物乗ってたから、あ女の人だって思ったら、はいはい、バリバリの若者、若い男の人で。ああ男の人。なんでって思いながらあのちょっと下心出てるでしょ。で俺なんか慎太郎さんの二人で車を押したわけ。はいはいはい。これまではいいよ。で、俺次の日うるま市にいて、うるま市でちょっとドライブ、一人でドライブするの好きだからドライブやってたら、うん、また道路の真ん中でエンストしてる、次は車がエンスト、ピンクい車が、はいはいはい、で、プーさんとこのキティちゃんとかが乗ってたわけ、うん、あーかわいらしい、これはね、もう絶対に女の人だ、うん、また下心丸出したけど、そうそう、もうあのうるま市の女性はさ、はいはい、プーさんとかあの自分で UFO キャッチャーで撮ったものを、あー好きだね、で好きでしょ、車乗っけてからね、そうそうそう、うん、だからだるなって思って、うん、コンコンって言って大丈夫ですかって言ったら、うん、あのタンクトップ着たゴリゴリのおっさんが、すいませんちょっと押してもらえませんかって雨の中俺一生懸命おっさんの車を、おっさんの車押したで俺もその時タンクトップだから、なんか2人兄弟みたいな兄弟ってか親子みたいな、そうそうそう、あの本当に恥ずかしい、まあ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 、隣がマックだったからさ、その時も、あ、はいはい、あのビッグマックを送ってもらったから、まあこれはよし、あ、送ってもらったんだ、よかったね、それはそれで、沖縄の人は優しいよ、ね、前そうやって助け合いでね成り立ってる、そう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 、ね、内縄ですからね、あの車止まってるの見たらね、みんなあの
可愛い女の子が乗ってるとかかっこいい男性が乗ってるとか考えないで、ね、ちゃんと善意を持って助けてください。 それがいいと思うよ。それがいいと思うよって お前が一応下心を出してやったんだから。まさにでしたね。ごめんなさい本当にもう。あの境に、はいはい、雨降ってからやばくなかった。ああひどかったね。雨とってもなんか警報とかめっちゃ出てたんじゃない。あの帰りのこのところは大丈夫だった。あの沖国はあの海みたいな。ああなんからしいね。ああでも俺その時バイトしてたから。ああなるほどね、うん、何のバイトしてたの。あのたこ焼き焼いてた。たこ焼きを一生懸命焼いてたの。うん銀たこね、あその時かりょうともさその時雨の日でから、はいはい、めっちゃいっぱいあの入原公園っていう公園があるんだけどさあはいはい知ってるよ僕たちがね、 ね漫才の練習そうそうそう高校の時やってた俺その日休みでから、はいはいはい、めっちゃ入原公園海っていうかもう本当になんかもうなんか川みたいになってるわけ。あ入原公園がそう芝生なんだけど、はいはい、うん芝生ねもう見えないわけ、で俺友達その日いて、はいはいはい、この友達と一緒にあの水着で泳ぐっていう普通はいあのごめんごめんごめんあの俺の考えが今ね、うん、間違ってなかったとしたら、うん、公園の水たまりで、うん、水着を着た男2人が泳いでる状況になってるんだけど、うん、当たってる当たってる当たってるばあのじゃあ俺その日あの俺たちバカだからバカとかの話じゃないよ。そうね、うん、あの実は両島プールあの市民プールがあって、はいはいはい、あのうるま市のうるみんってところのプールね、あープールね、でそこでプールで俺泳ぐんだけどたまに、うん、あっちが休みでから友達と久しぶりに泳ごうってなってて、うん、あっちあのいろんな器具とかあのあマッチョ、ね、筋トレ器具とかね、うん、そうそうあるからマッチョってマッチョになれるような器具あるか、はいはい、あれ汗かいた後プール入ろうって予定だったんだけど、うん、全部閉まってたから、はいはいはい、うわどうしようかな、せっかく計画が崩れたなと思って、まあまあそうだね、あるいやこの車で走らせてたら、うん、たまたまもうね川みたいになってたから、あプールあるさみたいなみたいな感じでやって、はい、俺たち男はやりながら、アホだよ、死に恥ずかしかった、だいぶ恥ずかしいことしてるよ、あのパトロールの車とか通ってから、俺やらんければよかったと思って、おーやばいやつやし本当に、だってもう次の日学校とかで言われるはずよ。近々公園で水着を着て泳いでる人たちがいます。危ないので近寄らないでくださいみたいな。その目の前学校だしね。だからよ小学校やし。中年のおっさん、中年じゃないけどおっさんが一生懸命。よくないよ本当にそういうの。試してみてね。試し。女村結構あれだったよ、うんうん。良い子は真似しないでください。そうですね。やめてください。女村は近くに海があるから。危ないですのでやめてください。ね、あのどんな。そうですよ本当に。あの川はダメですよ雨降った時とかね海はダメですから、まあ、まあ危ないので、ね、はい、あの波浪注意報とか出てたら、ね、はい、連れ去られるので、そうですよろしくお願いします、はい、それであのね俺ちょっとあの話したいこと思い出した、なんでなんで、あの AKB そういえば、はいはいはい、総選挙中止になりましたけどどうでしたか。どういうことですか。ああ AKB 好きだよね帰りね。あ、まあ好きっていうか、まあ、知ってるというか、はいはいはい、まあ、まあでもなんか、まあ、一番なんかねこの俺が AKB してたのはもう本当にこの中学校の時ぐらい、あの神セブンがいた時代ね、あの時がまあ俺は結構がっつりハマってたんだけど、ね、まあこの総選挙が沖縄で行われるということで、はいはいはい、あの金曜日かな、先週の金曜日にこのあのなんていうんですか。ごめんなさいちょっとねあの今ちょっと閲覧なんていうのこれなんていうのギャラリー、前も負けたもん月曜日にギャラリーで目ん玉飛び出した人がね負けたー、もう負けたー、俺は月曜日もあの持ってくわー、いろいろ持ってくわ本当に、月曜日もやられちゃって、はいはいはい、俺ももう一つ道具持っとけばよかったなあ。まあまあまあね、話に戻しますけど、はいはい、その AKB のこの総選挙の会場を設営しにこう富城まで行ってきたんだけど、あそうなんだ、俺たちが着いたと同時に、着いてこの作り始めたと同時に中止が決まりまして、えで、もう会場結局バラシになっちゃったわけ。あんなに綺麗に作ってたのに。そうで俺結局もうだからバラシしてたんだけど、はいはい、
この舞台とかめっちゃ重いの運んだりしてね、うん、で俺はそういうつもりじゃなかったから終わってるわと思って、本当だったら俺たちが設営して、 あとなんかちょこちょこできてない場所をやりながら、うん、多分 AKB をこうライブのリハとかを舞台でやる予定だったけど、ね、生放送ですし、そうだからリハをやってるのをちょくちょく見れるかなと思って期待していったのに、ああもうこれじゃ終わってるわと思って、そうだよこれはそうだよって思ってたんだけど、うん、思ってたんだけどね、はいはい、設営をまあ設定じゃなくてこの解体をしてるときに舞台の上にあの横山由依がえゆいちゃん上がっ、いやゆいはんって言って、ゆいはん、あゆいちゃんすげえすげえ、どこにコーダーあるのか、ゆいはんだから、ゆいはんって言うんだね、うん、京都出身でもう京都弁とか喋るからめっちゃゆいはんね、かわいいよね、ゆいはんって言ってちゃんと、ゆいはんね、ゆいちゃんじゃないから、それゆいちゃんはゆいはんって言って、ゆいはんですか、ちゃんじゃないから、なるほど、うん、ごちゃです、うん、ごちゃですごちゃ見た目に寄せた喋り方ゆいはん、ゆいはん、そう、ゆいはんはそうですね、ゆいはんが今ね、あの高橋みなみの次を継いで総監督やってるんだけど、はいはい、で、まあ俺の元々の推しメンというか、あマジスカ学園みたいな、かわいいよな、あれな、めっちゃ推しメンだったんだけど、うん、そのゆいはんがね、上がってきて舞台に、うん、で上がってきた、まあなんか、うん、いやただなんか舞台をこのテレビ映しながら見てるみたいな感じだったんだけど、うん、俺たちがいるところをたまたま振り向いてくれて、で見て、あの本当にめっちゃ申し訳なさそうな顔で、うん、もうなんかこうお辞儀みたいな、ちょっとすいませんみたいなのやってきたから、俺もうやばいこれ頑張らんとって思って、うわでその後もう頑張っていろいろ作業してたら、もう AKB メンバーが奥の方にずらーっていっぱい来てから、でいろいろ集まってるわけみんな、うわすげえな、でなんかまあテレビの撮影だと思うけど、またこう柏木ゆき、ゆきちゃんもね、ゆきちゃんじゃない、ゆきりん、ゆきりんなんでね、ゆきちゃんじゃない、ゆきちゃんじゃないんで、ゆきりんね、ゆきりん、ゆきりん、ゆきりんだよね、多分今。なんでうるさいねマイクの音、ゆきりんかもしれない、違うよ、暴走族に反応すんな、お前ごめんごめんね、なんもゆきりんだわなんもゆきりん、で、まあこのゆきりんが今度はこのちょっと舞台の端っこらへんで、はいはい、このぐちゃぐちゃになったこのステージとか会場を見て、はいはいはい、なんでってめっちゃ叫んでるわけ死にかわいいな、もうで、それ見てまた癒されて、で、この LED のなんかパネルみたいの話すんだけど、1個30万円するやつだっけ、えそれを俺たちが運んでるって考えたら怖いさ、怖いな、1個30万か、うん、でしかも重いから後半めっちゃ腕痛くなる、あやまあ、だけどそれでも落とせないから全力で運ぶんだけど、うん、でもその LED のちょっとした隙間越しに眉毛が見えたわけ、うん、LED の隙間越しに、隙間が一応空いてるわけで、奥側に眉毛が見えたわけ、すげえな、で俺はもう頑張れるわと思って、あーなんでこのバイトいいな、そうだからあのね、本当は AKB 見たくて、まあチケットが1万7000円ぐらいするらしいんだけど、そうなんだ、まあ、それをわざわざ買って、だけど結局中止になって見れなかったあの、うん、負け犬どもよりはやべえー、よくないって今日いろんなことを俺爆弾発言してる中お前もやばいって絶対こう言わないよ俺は危ない危ない危ない、ね、あのね、だって聞いて1万7000円のチケット取って見れないんだよ、うん、そうだね、でお金稼ぎながら AKB 見れるんだよ、うん、あーそっか、負け犬やしあいつらすいません、たびたびと放送事故にすいません、たびたび今日はめっちゃ言うぜ、へすいません、はい、炎上ですね、たびたびと事故が起こる番組ですので、はい、よろしくお願いします、皆さんご了承くださいでもすごいよな、でもな、結婚、ね、結婚報道見た？ああだからね、せっかく眉優がいろいろ頑張ってもうこうやって今回卒業するって言ってるのに、うん、このねいきなり結婚をするって発表した、ね、あの名前忘れちゃった、なんだっけ、いろいろありましたね、まあ、なんとかなんとかさんが結婚を発表したということで、ちなみにリョウトはどう思う、それに対して、あーリョウト思う、だからその日見ててから、たまたま、あーはい、はい、見てたんだ、見てた見てた、はいはい、俺もちゃんと送信機見てて、やばくなかった、このあと大島優子さんとかが、ああもうみんなね、なんかもう結構、いやそりゃだってさ、これまで AKB を背負ってきた人たちさ、うん、そりゃ怒るよ、だってファックっていうこのあれとか、ね、帽子のやつとかね、そうそう、もうでもうーん、両党はリア充じゃないから、だから本当にちょっとイラついた部分はあったよね、個人的な理由でね、両党はリア充じゃないから、自分がそういう状態じゃないから、うん、あの
誰がやっても俺はイラついてたと思う。例えば AKB じゃなかったとしてもね。じゃなかったとしても、はいはい、俺はなんだばや、はぁって。タカが恋愛で幸せになってるやつを見るとね。司会者だったらマイクでゴーンってなったとしても。例え放送事故になったとしても。はいはい、もうそんな関係なしに。でもなんか言い方もびっくりしなかった。ありがとうございます。20位になれました。皆さんのおかげです。みたいなね。で、言った瞬間結婚します。はいやいやもうこっちからしたらパニックよそりゃ。本当にな。だってさその人のために何万円とかかけて CD いっぱい買って、うん、で投票してる人もいるわけさ。そうだよ。でまあねこの、まあ、みんなに夢を売る仕事というか。そうだよね。だからなんかまあかんなんていうのかななんかねそれを放棄しちゃってるから卒業もしてないのにね。そうだよ本当に。まあ例えばそれが卒業してからの発表だったら、うん、だって別にまあまあまあってなるさ。あそんなことだったんだな、うん、そんな感じだったんだ。でも今は夢を与えてる状態の、そうそうそうね、このそれを買ってるから。そうファンがねびっくりしてる。ファンは夢を買ってるからちょっとね、うん、それをね、まあ、裏切るような行為みたいなのは俺ちょっとあんまり良くないのかなって思ったりしたけど。でもその前から一応フライデーはされてたから。あはいはい。ちょっと焦ってたんじゃないもん。ああそうかそうか。まあ確かにね、うん、そういうこともあるかもしれないね。でもなこの回なんかやっぱライブっていうのは卒業この選挙の時はやっぱいろんなのがあるさ、はいはいはい、ハプニングだったり。まあまあまあ確かにね。なんかあの結婚しいやいや卒業しますみたいなのもいっぱいあったさ。はいはいはい、ありましたね。でも結婚しますはちょっと予想外すぎたね。あれは多分本人からはサプライズみたいな感じだったのかもしれない。まあ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 確かにね。わからないけど、はいはいはい、でもなー一応気持ちはわかるよ結婚して。まあまあまあね、いろんな人の前で発表したいっていう気持ちは分かるけど ね。おめでとうって俺も祝ってほしい。結婚はしないかもしれんけど、ちょっとは。そうね。急にあの、なんか悲しい感じ出すのやめてもらって。でも、あれだよな、本当にリア充じゃない人からしたら、本当にちょっと不快な思いになるかもしれない。ね、まあでもさ、あの、まあ、また炎上発言になっちゃうかもしれないんだけど、はい、深いとはないけど大丈夫大丈夫、うん、俺が言おうとしてること言っちゃって。あ全然いいよ今日は。いい大丈夫。あ今日はもう全然オナニマスオさんが消すんですから。じゃあオナニマスオさん最悪助けてね。あ全然大丈夫、俺いつでもお前が帰りが行った時はリョウトがちゃんとフォローするから吹き込んで助けるか、はい、任せて。オッケーオッケー。あのさあじゃあちょっと言うけど、はいはい、あのさあの今言ってたさなんかだからこの恋愛してないヒリア充からしたらって、うんうんうん、あの AKB の CD 何十枚何百枚買うやつってみんなヒーリア銃だろ。あ、チンコチンコチンコ。リョト、リョト待って待って待って、リョトやめて。じゃあだってカイリーが俺行って傷ついてほしくないからリョトが犠牲になる。うん、俺だっていつも俺が犠牲になるはずなのに、今日はカイリーが炎上しまくってるから。俺がどうにかあの思いをね、こせないとダメだなと思って。お前それであのそのチンコチンコで助かると思ってるんだ今。思ってます。あの昨日の始終にチンコチンコ流れてる可能性は高いですけど。はい、そうですね、ありがとうなるよと。どういたしましても、何回でも言うわなかった。こうやってデコボコは成り立っていってるんですよね。はい、よろしくお願いします。まあこういうことで、あのまたね、うん、いろんな AKB また選挙みたいですよね。はいはいはい。まあまあ、はい、いろいろね、あの、まあ、今日もバッ爆弾発言というか、そうです ね、あのちょっといろんな発言ありましたけども、はい、まあ、最後まで皆さん心を悪くさせない、あん、まああのね、最後までもしよろしかったらお聞きください。うん、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、CM 入りましょうか。はい、行きましょう。じゃあそれでは一旦 CM でーす。どうぞ。よっからせー。今日は炎上発言だな。今日は大変だな。もうやられた今日。今日3回目だ帰り。やられた。ないわこういうの。ちくしょう、悔しいな。いやもう両党のライバルです。両党のライバルな、うん、両党のライバルです。のりさん全然良くないなこれ。両党のライバルですもん。まだギャラリーに来てる人がね。のりさんは、はい、もうなんて、ギャラリーからあの面白い格好で、リョートより予想以上に超えるのを出すから、うん、悔しい。最初は目ん玉このビヨーン。次は頭に包丁を刺さ、包丁刺さってる。あ、はい。5秒
お前でっかいな、お前ちっさいな、デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、 CM 開けました。はい、デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしておりますということで、今日もいろんなの届いてますよ。じゃあ待って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 、はい、ツイキャス見てる方はちょっと分かると思うんですけど、うん、メンタマトビリアス両党借りてきてます。これいいな、後から買おうかな。買うね、メンタマトビリアス飛び出るやつ、飛び出るやつですね、やっぱこういうの楽しいな。まあまあまあね。なんか あれ外すの早いな、意外と、ね、ハロー、見えなかった予想以上に。視界悪かったんだ、思った以上に。でも予想以上にさ、面白いよ、こういうハロウィンね。ハロウィンよくありそうな。一個いいですか。あ、いいよいいよ。リョウト実はですね、動画には載せてないんですけど、一回結構若いっていうか、こう俺たちがこう、高校卒業した時に、あ、はい、ちょっとカッパの格好でメインプレスを歩く動画があったんですけど、楽しかったです。なんかお前の性癖みたいになってるやつそれ。やっぱこういう格好したら見られるっていうのは覚えていた方がいい。まあ、確かになんか、ね、人に見られるのが気持ちいいから結構ね、お笑いやってるっていう部分もあるからね。そうだね、こう気持ちいいでしょ。いや俺もだから銀タコで働いてるんだけど、うん、こうやっぱたこ焼き焼いてるところとかを、うん、まあ、みんな見えるわけで、あ、わざとね、ガラス越しでパフォーマンスみたいな感じで、うん、でそのところをなんかこのみんなに見てもらってるっていう感じが、はいはいはい、俺めっちゃ好きだ。あ、俺たこ焼き焼いてるとこみんなに見られてるな。ちょっと頑張っちゃう。わかるぜ、その気持ち、わかるぜ。だから俺結構いい転職かなと思って、うん、また可愛い子が見てくれたら、そう、チャタンの銀タコでやってるから、はいはい、めっちゃこのなんていうの、外国人が多いわけよ。ああ、いいね。で、まあ、韓国人の可愛い子とか、うん、中国人の可愛い子とか、うん、ね、あとなんかちょっとアメリカ系の可愛い子とか、ね、結構来るわけよね。うん、もう頑張っちゃうよね。頑張っちゃうよね。やっぱ外人って反応がいいからめっちゃ見るわけよ。だからたこ焼きとかって珍しいさ、外国の人からしたら。珍しいよ。あ、なんだろう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 みたいな。わーおー、ジャパニーズたこ焼き。違う違う、ジャパニーズたこ焼き、日本のたこ焼きって他にもたこ焼きあるみたいな。あ、そうなの。うん、あのあれよ、なんとかなんとかみたいな言ってて、何々みたいな感じになって、で見てたこ焼きみたいな、こんな感じで言うのがまたね、ちょっとなんかいいんだよね。なんか職人みたいになってるんだね、うん、いやー、いいなーみたいな。じゃあ現実を言いましょう、バイト制です。おい、うん、やめえ、りょうと、りょうと、800何円かでやってバイト制。りょうと、やめて。これはやめていいか。800円で雇われてるバイト制っていうのやめて。いや、すいません、ほんとに。よくないですね。うん、外国人からしたら、職人だから。職人って思われ、うん、確かにね、うん、バイト制です。やめえ、りょうと。普通にバイト制です。バイト制ですって言わないで。言わないでいいか。頑張ってるから。頑張ってる、うん、確かにね、うん。最近始めましたからね。そうなんですよね、まだ1ヶ月。立たないぐらい。はい。頑張ってください。はい、ありがとうございます。どんどんどんということでね、はい。早速ね、ちょっと長引いちゃった。今日の、はい、コーナーにちょっと行きましょうか。行きましょう。ではコーナー行きましょう。はい、YouTuber への道。はい、僕たちは YouTube で時々動画を配信しています。その企画を考えたり、どうしたら一流の YouTuber になれるか研究していくコーナーでーす。はーい、ということでですね、はい、皆さん YouTube は分かると思うんですけど、はいはいはい、YouTube のね、チャンネルで KY チャンネルとサブ KY チャンネルをやってます。僕たちはそうなんですよね、チャンネル持っててね、はい、KY チャンネルはですね、メインのチャンネルで毎週金曜日に投稿があって、はいはい、サブチャンネルは毎日投稿をやっております。はい、やってます。なので企画を考えないといけないということで、今日も考えてきました。お、じゃあ早速いきましょうか。はい、第1弾いきましょうね。いきましょう。ヘンザンがお家に帰ってきたら、お家がガラッと変わってたらドッキリー。イエーイ。おー、どうですか。まあそのままの意味だよね、多分。そうですよ、僕たちお家はもう男らしい、男らしい、なんかもうちょっと散らかっててみたいな。まあ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 、まあ、でもまあ男にしては綺麗な方だと思うけどね。そう、綺麗な感じでしょ。だから
俺考えたのが、うん、女の子の部屋に変えようかな。あはい、うん、あれね、あのカーテンとかピンクにして、そう、あの俺のお家を妹いるから、その日ちょっと妹に借りて、だからピンクとか、まあ下のね、なんかマットみたいなのちょっと可愛らしいお花柄のやつにしたりとか、もう全部変えて、ソファーとかも、はいはいはい、トラックも借りて、だからもう全部入れ替えて、はいはい、全部やったろうかなと思って。で俺いとこで KY チャンネル出たいって言ってた、あの俺より一個上のあの一個上いるんだけど、その人にお願いして、もう一人女の人だ、うん、どっかからあの KY チャンネルの来て、であの夫婦で住んでる設定にして、はいはい、で帰ってきてへんなんか、ただいまって帰ってきたら、うん、ああいつ誰だろみたいな感じのをやりたい、はいはい、ラブラブしてる感じのところにヘンさんが、はいはいはい、あ、じゃあ俺一個上の人ちょっとあの気まずいから呼ばないでもらっていい？なんでよや。なんでよ、リョートの友達だよ。いやでも1個上なんでしょ。じゃあ分かった、同級生にしたら。あ、本当に？うん、同級生にしたら。同級生にしようじゃん。やっぱ1個上にしてほしい。あ、まあまあまあね、はい、ヘンちゃんね、ヘンちゃんを呼びたいなと。逆にさ、でもなんか、うん、は誰みたいな感じじゃなくて、うん、あのヘンさんのお父さんとお母さんって設定にしてもいいかも。いいね、おかえりー。そうそう、おかえりー。ゴーヤーチャンプル焼いてるよ今。ゴーヤーチャンプル焼かないよ。炒めるんだよ。炒めるよーっつって、うん。ゴーヤーチャンプル焼いたら大変なことになる。あ、そっか。うん。今のは訂正しようね。びっくりした、ゴーヤーチャンプル焼いたらもう何になるあれ。大変なことになりますよね。あ、あんな感じで、はいはいはい、ちょっと変山がだから何回も言うんですけど、両党、うん、が変山両党が結構カメラとかすぐに分かる。あ、敏感だからね。敏感だわけ、うん、だから前もちょっと誰かが潜入するっていうのやったんだけど、はいはいはい、その時は俺がカメラこんなしてもちょっと横に持ってただけでもう気づいて、あ、何ですか何ですかつってすぐね、そうそうそう、カメラ待って、何の動画ですか。めっちゃ似てるやつさ、帰りさ。伝わる人には伝わるかもしれんけど、伝わらん人には伝わらんからね。そうなんですね。こう変じゃん、こんな感じです、ね、ちょ、こんな感じの、まあ、同居人がいるんすよね。でもし YouTube であのなんか YouTube 撮ろうってやったら、あの不機嫌な変座の時は待ってください、明日早いんですよ。言う、1年ですよ。言うわ、言うめっちゃ言う。嫌ですよ、めっちゃ言うわ。あいつあの YouTube 始まったらどうぞみたいな。はいはい、やるね、あいつ。あんな変座を見たいなと思ってます、リョートは。はいはいはい、どういう驚く。あともう一つやりたいのがあって、はいはい、これちょっと俺聞きたくて、本当に初めてだと思う、 YouTube の中で。おお、何何？ KY デンジャラスとデコボコトラベリングを弟たちはどう思ってるか、兄弟たちはどう思ってるかっていうのをしてやりたくて。ああ、そういうことね。そう、一回でいいからやりたいなと思ってて、中地はあの妹がいて、いるね。コーターは弟がいます。はいはいはい。そしてカイリーが妹いて、俺妹も弟もいて、弟もいるね。どっちも、うん。で、俺は妹がいます。はいはいはい。本当に兄貴のことをどう思ってるかっていうのを、ああまあ気になるな、一応俺たちなしでちょっとやってみたいっていう。はいはいはい、はい、なんかみんな集まって、あ、なんかちょっと なんて言うんだろう、シェアハウスみたいな、あ、テラスハウスみたいな、ピンポーンって押して、みんな、あ、コーターの弟ですみたいな。はじめまして、あの中地の妹ですって。それめっちゃ面白いな。面白いですよ。で 俺の妹聞いたら、あ、リョートの、あ、妹です。あ、めっちゃ面白い。一応慎太郎の弟たちも入れたくて、はいはい、やばいみたいな、慎太郎の弟たちみんなでちょっとお兄ちゃんのことどう思ってるかって、はいはい、どう思うかって話をさせるわけね。そうそう、面白そうじゃん。めっちゃ面白いな。あのサブチャンネル見た方は分かると思うけど、コサ、うん、の弟も今ちょっと反抗期、だいぶ反抗期だよな。見た感じね、うん、だから俺の妹も反抗期だから、どういう爆弾発言をするのかっていう、うん、まあまあ俺たちだって言ってみたら、俺たちの妹弟だから血がつながってるわけだからね。どこかしら似たところがあるというか。なるほどね。もしかしたらね、だからもしかしたらなんかちょっとそれが面白く、あー、ね、なるかもしれない、なるかもしれないし、しかもね、リョートとかカイリもそうだけど、本当のお家ではどうなのかっていうのも見どころじゃない。あー、自分の家での生活というか、うん、なんかね、このキャラというかどういう感じなのかみたいな。ちょっと暗いかもしれない。うん、あ、俺どう見られてるんだろう。確かにそう考えたら、なんかあんまりそういうの考えたことないから。そうだね、ちょっとそれがめっちゃ楽しみで、はいはいはい、でこれはもうあの編集者を、あの今編集できる人何人かいるから、うん、これ決めてその人しか見れない。だからもう
YouTube で上がった時にしか自分たちの、ああはい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 、そういうことね。その時はちょっとあの KY チャンネルメンバーじゃない人が編集してもらおうかな。ああまあまあそれでも全然いいかも。で、あの鑑賞会も開くっていう。あ、はいはいはい、俺たち4人で。あのプロジェクターで見てプロジェクターで見て、そうそうそう15分ぐらいのあの、あ、そうまとめたやつみたいな、はいはいはい、いいところと悪いところ直してほしいところ、あ、まあ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 、まあ、全然ちょっと楽しい、やりたいな、それやりたいんだよな。まあまあでもその俺たちの兄弟が OK を出すか出さないか、両党の兄弟もちょっとあのお金で解決しないと、お金で買うんだ、はい、思うので、はいはい、まあまあまあね、これが成し得られたら相当な動画が出来上がるんじゃないかな。もしね、これが終わったら次は母親たち、母親たちかもうあのえ、だってそしたらあれでしょ、だからピンポンって入ってきてガチャ、どうも東京都の母です、 あどうも、はじめまして、どうも、あの付着帰りの母、母いつも両都くん、こちらこそお世話になってます、本当に絶対悪口はやばいやろ、絶対悪口はならんよこれあの題して KY チャンネル PTA 会PTA 総会ね、 PTA 総会をちょっとやろうかな、はい、はい、まあこちらの方もできたらいいかなと思います。はい、はい、ということで今回の動画はですね、こういう動画、まあ動画じゃない、企画やりたいなと思ってます。はい、じゃあもしねあの上がったら皆さん見てみてください、はい、よろしくお願いします。というわけで以上 YouTuber への道でした。はい、はい、じゃあね続いて曲いきましょうか。はい、いきましょう。今日の曲はバックナンバーで恋です、どうぞ。どうぞ。さあということでバックナンバーで恋ですよ。はい、もうね夏が近づいてるということで、もうあれだよね、本当に海行く人も多くなってきてるからね、本当にね。ああ確かにね、そうですよ、うん、海行く人も増えてるということで、なんかラブラブするカップルも多くなってきてますからね。そう、服装とかエロいよな、めっちゃな。ああ夏はな、露出が増えるからね。露出狂ですね、みんな。露出狂ってはないです、違う、うん、それはあの違うから。あ、違いますか、うん、そういうわけじゃないから。そうですね、うん、じゃ違いますね。訂正しよう、訂正。あ、リオトたちお肉屋さんはあのお肉売ってるところなんだけどさ、うん、あのバーベキューさ、あ、それは普通か、はい、はい、精肉店ですね、精肉店なんだけどさ、どういうこと、どういうこと、リオト、何をどうしようとしたの今。あの、よくわからないですあの、リオトたちお肉屋さんで働いてるんだけどさ、立ちって誰よ、あ、俺だあの、リオトたちやってるんだけど、また立ちって言ったよな、夏さ、夏はいい、あの、海近いから、もう水着ちょっとスケスケのこの洋服で水着が見えるスタイルで結構お肉買いに来るお客さんが多い。エロいよ本当に。どういう水着が好き？ああ、俺なんかちょっとスカートみたいな。ああ、ちょっと水着かなぐらいの。そうでもない。なんていうのかな、なんかだから普通になんかビキニみたいなやつなんだけど、はいはいはい、なんかちょっとヒラヒラーってなって。なるほどね。こっちの可愛いな。もうヒラヒラーってなってるみたいな。かわいいな、めっちゃふわふわした感じのやつが好き。あのさ、うるま市ってうるま市のウケンビーチってあるんですけど、ウケンビーチはやっぱうるま市民が多いんですよね。まあ確かにね。で、やっぱり女子って全員ほとんどがよあの学校の部活帰りで部着のまま入るスタイルだ。まあそうだね。そう、あのバスケット部のバスパンとか履いてから、ウケンビーチでよ、あの水着入ったら目立つぜ、うん、だいぶ目立つよ。ああやばい、俺ほんとに興奮した興奮したの、あのやばいな、あの伝わらないはず、これはほんとに可愛かったでもブスがつけた水着は見なくない。あのね、でもね、目立つのよ。ブスは水着つけない。やめろ、今いい感じで返したらブス言うな、お前やめろやめろ、今日爆弾発言多いよ、あんた。でも巨乳だったら全然OK。 あ、オッケーです。いやいや、そういう問題じゃないよそういう問題ではないよ、本当に。あの、いいよな、水着って。水着いいね、でもまあ、まあ、でも俺は、なんかこのリゾート地だったから住んでる場所。そうだね。水着つけてる結構いっぱいいて、なんか中学校とかその、うん、ムーンビーチっていうねホテルの海に行ったりしてたんだけど、なるほどね。あの水着のお姉さんと遊ぶ機会は結構だから多くて、うわいいな。そこで結構ポロリとかあったんだよね。めっちゃいいなポロリって。波にさ、このね胸のとこのやつがパーって
ポロッと外れてた。待って、おっぱい見たことないんですけど。あ、すいません、両手おっぱい見たことないですよ、本当に。マジか。本当にもう、俺の後で見せてあげようか。帰りの？いらないよ。いやもう、でも本当に本当におっぱい見たことないんですよ。でも AV でいっぱい見てるでしょ。あ、そうです、生のおっぱいは見たこと、画面越しでは見たこと、あ、そうそうそう、画面越しでは見たことあるんだけど、生はないっていう、生は触ったこともないし干渉したこともないです。干渉って言わんで、見ること干渉って言わないで。おっぱいは干渉するじゃないですか。おっぱい干渉するものじゃないか、触るものではない。違う違う違う、だから干渉用おっぱいがそういうのじゃない。干渉用おっぱい。新規10秒前です。なんちゅう話してんの。5秒前。デコカイリです。ボコリョウトです。デコボコトラベリングのビッグスモール、はい、 CM 明けました。デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。はい、はい、というわけで皆さん、今日もメインのコーナーがやってまいりました。メインアランドや。メインアランドや。俺も、はい、俺この絡みするの好きだわけど。好きなのね、ちょっとも好きよこれは。はい、今日もね、今日も行ってみましょうか。はい、では続いてのコーナーです。はい、帰りの恋愛相談教室。はい、このコーナーは恋愛経験豊富なカイリが様々な恋愛相談を解決していくコーナーでーす。はい、ということでですね、今日も恋愛始まりました。始まりましたよ。なんかね、今日も結構届いてますね。はいはいはい、 DM が来ておりました。もうね、ちゃちゃっと解決して、はい、みんなを幸せにしていきましょう。今日もそういう10分を送りたいと思います。よろしくお願いします。はい、もうね、世界を平和にが趣旨でやってますので、やってます。宜野湾市を平和にしましょう。まずは、はい、まずは宜野湾市を平和に、はい、っていうことで最初のお悩みです。はい、行きましょう。恋愛傾向に血液型は関係あると思いますか？はいはいはい。当たってるような、当たってないような、付き合う前まで豆だった彼も、付き合い始めてから急に連絡が減り上機嫌だなと思ったら、いきなり冷たい態度だったり、そんな彼は AB 型。皆さんの彼氏彼女はどうですか？やっぱり O 型って思うことありますか？ O 型？ O 型。丸。あ、丸型ですね。すいません。なんかみんな O 型って限定されてるみたいな。やっぱ O 型、A 型、B 型、全部含めてですね。まあまあそうだね。どうですか？あーでもさ、まあ、俺もだからこの中高生ぐらいまではそういう血液型ってやっぱ関係すんのかなとか思ってたけど、いろんな話聞いたりとか本読んだりして見てみたら、うん、そうでもないね。そうなの？そうでもないよ。だってなんか正直言ってさ、うん、まあ、正直言って、まあ別に最初からガサツな人もいるとは思うけど、そうだね、正直よ、うん、だってこの、まあ、好きな人の前とかだったら、はいはい、誰だってマメにするでしょ最初。あー、そうだよ、基本ちょっと嫌われないようにっていう感じでね、うん、でマメにして、うん、で付き合ったら慣れてくるでしょ。そうだよ。で慣れてきたらちょっとガサツになったりするでしょ。いやーねー。で人だからやっぱりその時によって気分上がる時もあるし、はいはい、その時によって気分下がる時もある。そうだなー。でそれを無意識に AB 型だからってで、この自分で暗示をかけちゃってるから、それが余計にひどく見えるわけよ。なるほどね。人ってそっか。だからなんかそのね、言ってみたら誰にでも当てはまるような言い方をしてるわけよね、うん、あーそっかそっか。そうだからね、このから付き合う前は豆だったのにっていうのは、うん、そもそもまあ好きな人の前だったらね、うん、嫌われないようにって豆になるし、あーそうだよね、付き合ったら付き合ったでガサツになった、まあ、それは慣れてきたから、うんうんうん、で気分上げ下げある時も、上げる時もあるし下がる時もある、はい、でそれは別に人だから、それはテンション高い時もあるし下がる時もある。なるほど、そういうことだわけよ。だからそういうことなのね。それを AB 型だからっていう AB 型のせいに勝手に無意識に自分で知ってるから、それが AB 型のせいっていう風に見えちゃうわけ。あー、そういうことか。例えばさ、それが A 型の人だったとしたら、うん、なんか
ね、まあ、たまにはガサツなとこもあるけど、うん、その中にどこかなんか真面目なところがあるなって言うわけよ、うんうね、人ってみんな言うでしょ絶対。なんかあその部分は真面目だなって。だけどそれ誰にでもあるわけよ、ね、あるよある。そうやってガサツって言ってるけどやっぱどこかに真面目な面も通ってるし、うん、だそれがただ AB 型っていうこの形によって見えなくなってるだけだから。だそういう、うん、まあ、俺心理学ちょっと今学校で勉強してるから、ね、やってますね。まあ、そういうなんか無意識の領域というか、まあ、フロイトが、ね、うん、提唱した無意識のやつがあるんだけど、なんか頼ってるんじゃない AB 型とか、ね、だからもう自分に自己暗示をかけちゃってるわけよ、うん、その AB 型だ、ね、だからなんかね、例えばそれでさなんか血液検査したら実は O 型でしたとかなったとしたら、あ、だからただただ大雑把なだけだったんだみたいな感じになっちゃうでしょ。あ、なっちゃうね最終的には。結局だよ結局だわけよ。そう結局だよってどういうでも結局なんかあれじゃない、なんか本当に血液のなんか性っていうか、そうね、そうそう、だから別にこのね血液型の性とかじゃなくて、だから俺もね、あの今ひろみさんもねツイキャスで AB 型って言ってくれましたけど、俺も AB 型なんですよ。 AB 型なのかい。そう俺も AB 型なんだけど、え、 AB 型なんだ。うん、だ AB 型って言ったら、あー確かに変わってるとこあるねって言われるし、るだけどなんか他の人にあ A 型だよって言ったら、あ確かにね真面目な部分あるからねって言われるし、ね、うんね、全部合ってるのかもしれないね、うん、で大型だったね、大型だよって言ったら、あー確かになんかどこか大雑把なとこあるよねっても言われるし、だ結局はな、もう血液型じゃないけど、だからもう、うん、科学者とかも言ってるけど血液型では決まらないって、うん、その通りだわけよ。そうなんだね。だ血液型診断みたいな本とかあるでしょ。ああ、なんか流行ってよね B 型を説明書みたいなの、ね、うん、そう、その血液型のなんかこのね占いみたいな感じの本とかも全部誰にでも当てはまるように書いてあるわけよ。あーなるほどね、うん、だからなんかそれが当たってるっていう風に思っちゃうけど、自分かもしれない、実はそうでもないです。だからなんか、そっか、なんかね、例えばあなたはねちょっと雑なところがあります、うん、だけどどこかでそれを直したいって思ったり、ああなるほどね、どこかそこは真面目にしたいって思ってる部分がありますって言ったら、あそっか、誰にでも当てはまるでしょ。簡単に言うとあれでしょ、あなたはお母さんお父さんいますみたいな感じでしょ。まあまあそう、うん、うんうんうん、いない人もいるかもしれないからちょっと何とも言えないけど、あリョート、リョート、その絡み俺がどうしていいかわからなくなっちゃう、やめて絶対ラジオで言うなって言われてる、うん、絶対言わないでそうだ、ね、まあだからなんか血液型はあんまり関係ないんじゃないかなって俺は思います。あなるほど、じゃあもう完結しましたね。はい、そうですよ、こうとらわれてたらねもうあれですよ ね全部血液型のせいにしちゃうから、なりますから、そういうことじゃないんだよね。そうですよね、うん、次行きましょうか。はいはいはい、次は大学生の方です。はいはい、大学2年生なのにまだ未経験です。交際すらしたことがありません、はいはいはい、友達に相談したところ、早くしないと付き合った時に惹かれるよと言われました。はい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 、成人して処女は引きますか、どれくらいいるのでしょうかっていうことですね。いやもうね、成人仕掛けで童貞も俺の隣にいるからな。あのね、処女はブランドだけど童貞もブランドだよこれはね間違いない、これはね間違いない、どんどんマスオさんに近づいていってあの童貞はあの、うん、俺のこの KY チャンネルメンバーも言ってたんだけど、はいはいはい、童貞はさ、うん、あのブランドじゃないよっていうのを、あ、まあでもそう KY ねチャンネルのメンバーとかでよくそういう、なぜかそういう話になるんだけど、よく処女はね確かにブランドだよ。ブランドつく男からしたらだいぶ、うんうんうん、ね、だから付き合うときに処女とかだったらもうなんか、あ大事にしないとってなるし、そうだよ、でも付き合うときにさ、なんかもう20代中盤ぐらいの人が童貞ですって言ったら、うん、そうね、童貞はブランドナイキみたいなもんだよ、ね、ええ、リョート、ちょっとナイキディスるみたいになるからさそっか、もう、ああもうダメだってやめてやめて、でもうん、いいよね童貞、うん、いや本当にだから言われるわけよ童貞なのみたいな、あまあでもリョートの童貞は俺ブランドだと思ってるから、あなんて優しい人なんだ、うん、だからでも帰りは言うのよね、あのリョートは、あリョートの友達とかもう早く童貞やめなとか、リョートの友達の後輩たちがリョートさんって本当に童貞なんですかとか言うけど、はいはいはい、帰りは言うわけよ、あのリョートはブランドだよ
あなたしかいないいやいやだってもうね、リョートが女を知るときはデコボコが終わるときだから、うん、それはずっと言ってるから、リョートはもう本当にうん、あの恋愛は今はね、うん、もうね、あのデコボコという名の AKB だから、 AKB すげえ、恋愛禁止、リョートだけ恋愛禁止なの。そう俺はあの秋元康だから、うん、すげえ。でもあれだよ、少女は本当に、少女は、うん、ブランドになると思うから大事にした方がいいと思います、うん、もうね、大切な人にね、ちゃんと捧げてください、はい、そういう感じで、はい、次のじゃあ行きましょうか。次の相談、はい、相談行きましょう。行きましょう。次の相談はこちらです。告白しました。はいはいはい。女性にはありがとう、考えさせてと言われました。はいはい。どうなりますか、またどうしたらいいですか。ですね、簡単ですね。あ、これは、はいはい、ありがとう、考えさせて、ありがとう、考えさせて、あ、簡単じゃないよこれ。そうだね、あ、そういうことね。ありがとう、あ、じゃあ告白したけど、その女の人にはありがとう、考えよ。なんで俺の、まあ、まあ、これあくまでね俺の経験上の話なんだけど、うん、振られるよ。え、俺だって今まで告白して、あの、じゃあちょっと考えさせてって言われてOK もらったこと一回もないもん俺の経験上だけど、これはこれは合ってますね今まで一回もないよ俺。だってなんか、まあ、高校の時に告白振り返るじゃないの帰れの基礎へぐらい誰だこれ実は DM 送った誰だ本当に。俺告白したけどさなんか、あー、ちょっと考えさせてって言われて1週間待たされて振られたからね俺。あったよね、うん、で、まあその次もまた俺告白して。いつだった、バスケの時。バスケの時はちょうどあれは夏休みのちょっと前ぐらいだったかな、ね、あの夏休み、夏休み始まるぐらい、夏休み始まったぐらいか、ちょうどちょうど夏休みが始まったぐらいで、カイリーと なんかな、待ち合わせしてて、そう、俺がちょっと話したいから裏門、あ、そう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 、でって言って裏門で告って、で、あ、ちょっと考えさせてって言われて、うん、でまあ周りのそのまあ女子バスケ部だったんだけど、女子バスケ部の子からも大丈夫大丈夫いけるいけるって言われて、でまあ1週間後、じゃあちょっとあの返事したいから会っていった方がいい、それとも LINE で言う、うん、なるほど、じゃあ言われて、うん、あ、そっちがやりやすい方でよっつったら、あ、じゃあ会って言うって言われて、 あ、はいはい、これもう OK さ絶対と思って、ね、うん、でまあ裏も行きました、行きましたね、時間になっても来ません、来ません、で車が止まりました、降りてきました、あ、ね、うん、来たわと思って、うん、で、あの、あ、部活大丈夫って、あ、もう遅刻だから急がないとっつって、うん、あ、じゃあちょっと返事、おー、びっくりした、誰か自分で押しちゃった自分で押した、しょうがない、で手が震えてたね、で、そう、返事だけ、じゃあ、うん、あ、もうごめん、あの、無理って言われて、たっ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 て部活に行きよったこの後ですよ、この後あの、うん、リョート呼んで、呼んでウルミンのベンチで泣くっていう、ウルミンのこのね、みんなが行く場所があるんですけど、そのベンチのところで抱き合って泣くって俺もな、うん、涙もろいからちょっと、うん、リョート抱き合ってね、涙目になりながら二人で、うん、あの涙もろく泣い、そう、泣いてあのバスケをやるっていう、うん、ねえ、だから多分君も振られると思うよ。やめろ、わからんには限らないよ本当はね、うん、でもその次もあったしね俺。あ、はいはいはい、はい、怖い、なんか寝る前にみんなで、ね、もう部屋暗くして横になりながら、はいはいはい、テレビの周りでね、うんうん、横になりながらもう怖いの見ようみたいになって、なるほど、で俺怖いって思ってたら、まあ、隣その女の子来て、うん、もう怖いわけよっつって、あ、じゃあ隣来たらっつって、じゃあみん、うん、一緒にってなって、うん、でその子がね怖いから手つないできて、なるほど、俺手まで繋いで、うん、あ、もういいなと思って、で、うん、その子のペンションからの帰り道もずっと2人で話したりとか、いやもう、うん、じゃあもうこれ来たわと思って、うわーすごい青春で、で、あの教室のベランダで告白したわけ、わっほーまたいいね、ちょっと嬉しそうな顔しててか、めっちゃ、で、そのそいつの仲いい親友の子も、うん、あ、絶対生きる、めっちゃ嬉しそうだったよみたいな言われたら嬉しいよね、うん、で、あの1週間後、うん、LINE で、あ、うん、なんでもや女の子ってそういうとこ
これあるそういうとこあるからね、思わせぶりなとこね。そうよ、もうやめちまえ、やめちまえ、女の子、女の子やめちまえ。すごいすごい発言だ。もうとりあえずあの振られると思っといてください。最悪だ、終わり終わり、これで終わるの。振られた時は俺が抱き合って泣くからさ、一緒に涙を流しながら、ね、はい、というわけでこんな感じで、こんな感じでいいですね、いいでしょうか。はい、じゃあもうね時間が来てしまったので今日はこれぐらいにしようと思います。はい、はい、というわけで以上かえりの恋愛相談教室でした。はい、それではエンディング、どうぞ。はい、ありがとうございました。ね、エンディング来ましたけども、はい、ね、今日もいろいろ喋りましたけど楽しかったですよ。最後の最後は女子が怖いということで、怖いっていうね、はい、怖いですよ、中田猫さんからもそれが女子よっていう、そうなのよね、でローズさんから青春だねって、そうですよね、青春ですよ、まあ ね、 いいね、そうなんだよね、甘酸っぱい青春時代というか、まあ今考えたらね、になってるからいいんですけど、これがね心の傷となって、はい、ね、俺引きずってたらもう、うん、今頃こんなところにはいないのかもしれない、いなかったかもしれないですよ。でも今はいいですからね、本当に楽しいですよ。そうそうそう、まあね、うん、思わせぶりする女子もね、はい、まあそういうの男子にもいますからね、正直。そうよ、しょうがない、これはもう、うん、もうこれは引っかかる人が悪いからもう正直、うん、そう、しゃあないよ、うん、俺が悪かったんだよあれは。あ、まだまだ若かった俺は。そうだよ、大丈夫よ、もう今はね、絆治った。大丈夫だから。この雑なノリがね、そうでこぼこでございます。あ、というわけで、あ、告知いいですか、告知しましょう。最後にあの何日でしたっけ、平成一期が29日ですかね、はい、木曜日平成一期ありますので、チケットお買い求めください。今回の企画はなんとみんなピンネタします。はい。ね、僕も両党もピンネタするんで、はい。あの、クソやばいピンネタになると思いますけど、僕はよろしくお願いします。はい、皆さん、もしよろしければ見に来てください。まあ、ね、終わりましょう。はい、風邪ひかないでくださいね。もう暑いからって言ってからエアコンをつけるのは良くない。俺が帰ってきたらお前めっちゃビンビンにつけてたけどな。19度でした。はい、というわけでね、はい、来週もまたお聞きください。はい、お相手はデコボコトラベリングのカイリとリョウトでお送りしました。ありがとうございました。バイバイ。はい、ってことで今ツイキャスはまだ聞ける状態になっておりますので、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、まあ良かったですね、今日もまた一日も。いやー、思わせぶりね、女の子のね。りょうと、だから女の子がもう本当に怖くて。怖いよな、そういうところ。だって俺さ、ペンションで手、うん、夜さ、怖いの見ながら手まで繋いで。これは、良くない。これは隣で寝てさ、これなんなん、ちょっと女性の方答えてください。これどういうことなんですか。あー、なるほどね。わざわざ手まで握って。女性の方答えて。多分女性、そうだよね。答えてください。ほら、まあ、お疲れ様でしたって言ってる女ども。女どもじゃねえよ、お前。レディーだ、レディー。レディーども。レディーども。レディーどもじゃねえよ。ねえ、もう。これってどういうことなんですかね、本当に。俺も一生の謎というか、そうだね、これから多分俺が解けない謎を。まあ、キープだったのかな、やっぱり。ああ、キープも怖いよね。両手も怖くてからもう、うん、女の子。リョトが女の子作らない原因もこれなんだよね。女怖い。はい、怖いよな、本当に。なんかたまたまだと思うんだけど、だから俺の知り合いは全員女の子とかこう怖い子も多くて、はいはいはい、こういう経験とかもあったから、うん、結構女の子怖いのかなって思うイメージが。だってそう、高校入った時もなんだけど、うん、あの高校入りたての時、俺たち高校男子少ないさ。あ、はいはいはい。男子少ないから、なんかやっぱ女の子がめっちゃ来るわけよ。うん、で、俺この入った初日ぐらいに、この中濃のグループ LINE 入ったんだけど、はいはいはい、15人ぐらいから女の子が LINE 来て、うん、で、よろしくよろしくみたいな、で、なんか、まあ、争奪戦で、俺、その、みんな必ず3言目ぐらいに聞くのが彼女いるだろう。うーわ、こんは両党言われてないよ。で、俺よ、いるって答えたから、うん、次の日 LINE 来たの、レッツ。こんは女怖いな。一人からも LINE 来なくなって。恐怖マジで。彼女いるって聞くんですね。うん、だって、そうそう、雰囲気で繋いじゃったのかなって思って、手繋いだ子わざわざ俺の手ポンポンってしてきたから、ポンポンってやって、こんなみたいな。で、俺もそれ繋ぐじゃん。なんだよ。俺こんなのないんですよ、ほんとに。
ねえ、もうどういうことあんの、女の子って。りょうとの右手開いてます。ぜひぜひ、りょうとの右手開いて、はい、つないじゃった。もうないです。もうないです。もうないです。あー、そうなのよね、ほんとに30秒ぐらいっていうことで、もうあの、今日はあの、あれですよ、うん、人生楽しまないといけないなって思ってますよ、ほんとに。そうですよね。胃がちょっとあんま。じゃあ熱い熱い熱い。どうしよう。あ、ちょっとね、枕のちょっとなんかまだ聞いてないから。うん、あと10秒、あと5秒ぐらいか、5秒ぐらいか。5秒ぐらいか。うん、なるほど。さ、うん、あーやっとさあさあへぇへぇへぇ。次俺チンコ出すのかなぁ。俺それ次チンコ出すのかなぁ。あの、ポニーテール リボンズさんがやってる真似し。いいよ。めっちゃわかる。ポニーテールリボンズやってる。